そうだね。夜、どうして俺は誰ともマッチングしなかったのか。その原因を突き止めるため、インターネットの海をさまよっていた。何か、マッチングアプリでモテるための有益な情報がどこかに載ってないか。あ、これだ。ここになら何かいいヒントが書いてあるかも。一流ナンパ師、カズオの恋愛必勝ブログ。うわぁ、ちょっとなんかこう背こういうの景とかもちょっとやな、ばいよね。もやべえ。当ういブログかでには、もじゃん。落とした女100人以上の超一流ナンパ師カズオが、モテない男諸君に究極の恋愛テクを伝授します。モテる覚悟のある者は押せ。いやー、押したくねえ。 ちょっと痛いんだよな。なんかすごい、なんかすげえ古いこのブログの感じ、やだない、なんか。うわ、来た。あなたは出た出た。24,957番目のお客様です。キリインマンターゲッネットしのた、海掲が示板へ行こう。踏み逃げ禁止。ケツ。いやー、懐かしい。なんかキリ番とかすごい懐かしいけどね。あとさ、このさ、左側のさ、懐かし管理人のい。自己紹介のさ、こうただの何でもないさ、この青いくて線引いてあるタイプのリンク、ちょっと嫌だよね。ウ懐ェブかしい。白書とかね。あ、掲示板これね。はい。恋愛必勝講座、マッチングアプリ編。久々の更新になってすまん。管理人の和夫です。顔。今回からは今流行りのマッチングアプリの攻略法を読者のみんなに伝授するぞ。まず、プロフィールの作り方はこれだ。女性とマッチングするためのポイント。プロフィール写真にキメ顔の自撮り。特にスノーなどは NG。女性からナルシストだと思われ、敬遠されることも。友人に撮ってもらった自然な笑顔の写真を使おう。動物と一緒に写ってる写真は優しそうな印象を与えるので、グッと。ちょっとそれっぽいこと言ってんな。そうだね。でもなんか犬と一緒に写ってるやつちょっと嫌だけどな。 なるほど、勉強になるな。プロフィール写真は自撮りも加工も良くないのか。女の子は加工しまくった自撮りを載せてもいいねされるのに、なんだか不公平な世の中だな。女の子はね。それに他人撮ってもらうと言っても、撮ってくる友達がそもそもいないのだが。 だだががじゃねえよ。 いないのだがじゃだが。ねえ。 まあいい、母さんに頼もう。母さあー、マん。ジか。母さ んにちょっマとッ母チングアさプんリにの俺写のこ真と撮っ載せてよっるていんうの。だ。いや、ちょっときついな、まさる本当に。動物は。そうだ、うちにはちょうどいい協力者がいるじゃないか。おーい、にゃんごろー、おいでー。俺は廊下に向かって大きな声で愛猫の名を呼んだ。かわいい。かわ かいわいい。にゃんごろやって。い。にゃ。えらいぞ、にゃんごろ。こっちおいでー。今日はお前に協力してほしいことがあってな。もちろん、ただでとは言わない。後でたっぷりチャールあげるからな。チャール。チャールうまいな。にゃー。いい子だ。じゃあこれから一緒に母さんに頼みに行くぞ。母さんに何て頼むのさ。ねえ母さん、ちょっと俺とニャンゴロウがいい感じに戯れてる写真撮ってほしいんだけど。なんじゃそりゃ。母さんがって。は？母さんは今夕飯の準備で忙しいの。後にして。そりゃそうだ。頼むよ、1枚だけでいいから、すぐ終わるから。じゃあスマホ貸して。母さん甘やかすな。どこ押せばいいんだっけ？あ、ここかな。もう撮ったの？ちょっと見せて。うわ、俺すげえ半目じゃん。もう一回撮り直して。もう仕方ないわね。はい、チ チーズ、パシャ。見せて見せて。ニャンゴロウ、ちょっと困ってる。ーズ。なんかアホそうな面してるけど、さっきよりマシだし、これでいいや。ありがとあんたはいつもこんな顔してるわよ。う。アホ面なんだ。お？お、妹いんの可か。愛くかなわいい妹。い？っていうかお兄ちゃんさ。いつの間にか俺たちの撮影会を見学していた妹のリンが口を挟んでくる。その写真一体何に使う気なの？リンが疑わしそうな目でこちらを見てくる。じー。くっ、
まだ中学生とはいえ、女の勘ってやつは鋭いな。アナドレン。いや、その大学の授業で使うんだよ。じゃあレポートも書かなきゃいけないから、この辺で。マサル怪しすぎるだろ。妹たちの視線から逃げるようにして俺は部屋へ戻った。はあ、危なかった。母さんたちにアプリのことがバレたら一生ネタにされるに決まってる。気をつけないと。よし、写真は無事撮れたし、次はプロフィール文を書くコツだな。長いな。プロフィール文は長すぎず短すぎず、読めなかった。長すぎず、短しすぎず、ちょっと難しくない？短すぎず、あ、短すぎず。適度な分量を心がけるべし。もちろん敬語で、はい、使い方が分かりませんと書く人多いがやめよう。清純アピールのつもりかもしれないが、簡単なアプリの使い方も理解しないバカだと思われるんだぞ。確かに思われるぞ。わらを多用しすぎるとふざけている印象を与えてしまうので NG。 特にネットスラングである草、はい、W、草は現金。ダメなことばっかりじゃない、うん、あいつ。無理に受けを狙ったような文章も、よほどセンスがあるような人以外は滑るだけなのでやめよう。無難で爽やかな文章を心がけて、ネガティブなことは書かない。モテない女性に不慣れ、話しべた容姿に自信がない。こんな人はお断りもあえて書く必要なし。偉そう、上から目線と思われる、うんうん、まあ確かにね、ギャル NG って書いてたもんね。いいねは自分からガンガン押そう、重要。いいねが全然返ってこなくてもへこまなくてよし。マッチングアプリは男性会員に比べて女性会員が圧倒的に少ないので、 2,3 人とマッチングできたら上出来だ。そうだそうだ。何14人とか言ってるんだ。なるほどな。よし、文章いい感じに書き直したぞ。保存しよう。お、いいじゃん。都内の大学の2年生です。大学での出会いが少なく、今回思い切ってアプリに登録しました。趣味は漫画を読むこと、アプリゲームをすること、アニメ鑑賞、食べ歩きです。お互いにおすすめの漫画とか紹介し合えたらいいなと思います。マッチングして仲良くなれたら一緒に美味しいご飯を食べに行ったりしたいです。よろしくお願いします。好きな異性のタイプ、一緒に楽しい時間を過ごせる人。お、めっちゃ良くなったじゃん。めっちゃ良くなった。でも一個だけ言いたいのは、マサルの今日の服、昨日の色地じゃない？あ、マジだ。ちょっとお前そのシリーズしか服持ってないんだろう。本当だ。昨日青だったもんね。ね、昨日青だったもんね。今日赤で明日黄色だろ絶対。ちょっとやめとけマサル、本当服買いな。ちょっとインパクトに欠ける気がするけど、こういうのが無難に好印象なんだろうな。そうだぞ。すごくためになるな。ちょっとサイトの作りが古臭いけど、アドバイスは的確だし、文章が簡潔にまとまって読みやすい。まさに全国のモテない男たちの救世主って感じだ、なぜか去年から記事の更新がピタリと止まってるんだけど、きっと美女たちと遊ぶのに忙しくてブログの更新どころじゃないのだろう。さすがカズオさんだ。俺は出会ったこともないカズオさんに、尊敬の念を抱きながら勝手に納得していた。次は都内在住のプラスマイナス5歳の女性を検索して、気になる人は片っ端からいいねをしていこう。プラスマイナス5歳ね。おお、マッチングアプリを使っている女性ってどんな感じだろうと思ったけど、普通っぽい人が多いんだな。思ったより可愛い子もいるし、いいねいいねいいねっと。おお、G、こいつもフルネームなんだ。G マサル、ご飯できたわよ。うわぁ。だから部屋に入るときはノックしてっていつも言ってるじゃん。もうすぐ行くからちょっと待ってて。なんかさ、こういう人多いよね。母さんにだけ強気、夢中でいいねをしていたらいつの間にか時間が経っていたようだ。俺は一旦アプリを閉じ、家族が待つダイニングルームへと向かった。40分後。ふう、お腹いっぱい。やっぱり母さんが作るハンバーグはうまいな。さてと、誰かからいいね返ってきてるかな。お、やった、3人もいいね来てる。
まずは一人目は、めっちゃ可愛い子じゃん。可愛くないこの子。可愛い。しかもさ、この胸んとこやばくない？やば。このなんかさ、切り裂きジャッキにやられちゃったみたいな、こんな服ある？あるあるあるよ今。いや知ってるけど、この子は絶対いいね返ってこないと思ったのに奇跡だ。おお、19歳か。アプリは18歳以下禁止だから実質最年少ってことだな。プロフィールはいかにも女の子って感じだな。年収1000万でも、塩顔イケメンでもない俺になんでいいね返してくれたんだか謎だけど、ちょっと待ってね、なんて書いてあるか見たくない？メッセージすぎて返せてない、わら。ライク K-POP、 最後しは防火少年団のジョンビー様。なるほど。なるほど。夢の国連れてってくれると大歓迎。ネイル、将来はネイルのお店やりたい。カフェ巡り、原宿渋谷、年収1000万の塩顔イケメン、わら。なるほどね。メッセ来すぎてるんだ。来そう、早速メッセージを送るからチャット送ってみよう。え、なんて送るの？はじめまして。あ、違った。あなたが、あ、私が読むのか。はじめまして。マッチングありがとうございます。よろしくお願いします。よろしく。っていうか、なんで敬語？普通にタメ口でいいから。かわいい。好きになっちゃう。かわいいよ。ごめん。じゃあ、敬語をやめるね。あ、ごめんなさい、また。アイリーちゃんって呼んでいいかな。気持ち悪い。まさか決まりだな。アイリーちゃん、夢の国が好きなんだね。よく行くの？なんかおじさんみたいな、うん、メッセージの送り方するね、マサル。うんしか書いてない。いいね。俺なんて中学の時に家族と行ったのが最後かも。やば。引いてる。やばいかな。あ、お風呂できたから入ってくる。オッケー、行ってらっしゃい。二度とメッセージ返ってこないパターンじゃん。これは。ふう、とりあえずこんな感じか。あ、ごめんなさい。共通の話題が少ないから会話を続けるのがちょっと大変だな。もっと俺が話し上手だったらよかったんだけど、自分のコミュ力のなさに落ち込みながら、アイリーちゃんとのトーク画面を見返す。風呂か、え？もっと？じゃあ今頃、アイリーちゃんはお風呂に入って、こいつって、いやいや、いかん、つい変な妄想してしまった。それより次の子だ。二人目はさやか。おお、ちょっとね、はい。価値観の合う素敵な男性と出会いたくてアプリを始めました。趣味は海外旅行とボランティア、占い、美術館巡りです。よろしくお願いします。遊び目的の方はいいねしてこないでください。やりまくお断り。はい。向上心が高く誠実で優しい男性が好きです。マスタルどれも当てはまってねえなー。おお、黒髪で清楚な感じの女性だ。かなりタイプかも。でもプロフィール写真をスノーで加工してる。もしかしたら実物は写真と少しイメージが違うかもしれないな。まあいいや、メッセージ送るからチャット送ってみよう。はじめまして。マッチングありがとうございます。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。私あなたより5歳も年上だけど大丈夫？全然大丈夫です。年上の綺麗なお姉さん最高だと思います。それは良かった、ありがとうね。これプラス5じゃないのかもね。あー、ありえるな。というか年上だったんですね。言われるまで気づきませんでした。プロフィールの写真的にてっきり同じ年ぐらいかもと。プロフィールの写真は大学生の時に撮ったものなの。あー、やってるな。ちょっと怪しいぞこれ。3年くらい前かな。最近は自分の写真なんて全然撮ってないから。わかります。案外自分の写真で撮らないですよね。俺もスマホに自分の写真1枚もなくて苦労しましたから、わら。同じ感覚の人がいて嬉しいです。さやかさんはあまり自撮りとかしないタイプの女性なのか。奥ゆかしい大和なでしこって感じで、なんかいいな。なんか妄想押し付けがひどいんだよな、マサル。あ、そうだ、確かもう一件いいね来てたな。3人目は、かわいい、かわいい犬のイラスト。じゃあどんな人か想像もつかないな。
都内の大学に通ってます。2年生です。同じだ。アニメや漫画について話せる人が周りにいないので、同じ趣味の人とお話ししたいです。漫画、アニメ、イラストを描くこと、読書、趣味が同じで気が合う優しい人と出会いたいです。そもそも自分の写真以外の画像を使うのってありなのか？女性ら会員は貴重らしい日らしいし、その辺は上もお目に見てるんだろうか。あ、ニューってマークがついてる。登録から1ヶ月以内の新規会員、俺と同じだ。同い年だし、アニメや漫画が好きみたいだから話は合いそうだし、何よりせっかく俺にいいねしてくれたんだもんな。こっちもいいねを返してっと。よし、これでマッチングが成立したぞ。チャット送ろう。 M はじめまして、いいねありがとうございます。よろしくお願いします。いいね返してくださりありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。アニメや漫画の話ぜひしたいです。かわいい。いいですね、いっぱいしましょう。大学では全然オタク仲間いないんですか？私学校ではオタクのことを隠してるので。待って、あ、佐々木さんなんじゃ。マナーとかじゃなかった名前。これまさか佐々木さん。いやー、来たー。あるぞ。ちょっと今めっちゃニコニコしちゃった。もったいない。思い切ってオタク趣味をオープンにしたら意外と身近に仲間いるかもですよ。いえ、私は隠そうって決めてるので。いや、このこれはもうマジ佐々木さんだわ。わかる、なんか、あの佐々木さんの波動を感じてる。ギャルの方かも。え、ギャルの方、やばそうですか、なんかよすけなお世話でしたね、すいません。いえいえ、お気になさらず。ところでアニメはどんなアニメが好きなんですか？いろいろ見ますけど、最近はアイドルマイスターズが熱いですね。ソシャゲやったらすっかりハマっちゃって、アニメの方も全話見ました。わかります。あ、アイドルがわかるの佐々木さん。じいさんもアイドルマイスター好きよ。え、待って待って、よい子はさ、アイドルマイスターは詳しいの？詳しくない。あ、アイドルで言うともうアンサンブルスターズ。アンサンブルスターズね。最近あのよい子にやれって言われてやってるやつね。うん、あ、あれしかわかんないアイドルは。アイスタいいです。アイスタ面白いですよね。面白いっす。どの子も可愛くて好きですけど、私は島浦ゆずきピーで。マジですか、俺もゆずきちゃん推しです。どうし、すごいな、こんな意見合うもん。うわー、ゆずきさん推しか。 M さん分かってんな。なんかオタクこういうとこあるよね、分かってるなみたいな反応するよね。俺と気が合いそう。でもな、俺は彼女の発言に引っかかっていた。オタク趣味は別に恥ずかしいことじゃないし、隠す必要は全くないと思う。うんうん、うん、あのオープンオタはこう思ってるよね。まあ、言っとくけど、私も実は隠れてるんで。隠してる？隠してない。オープンオタクなのか。うん。まあ私も。でもオタクっていうほどあれかもしれないけどね。あ、そっか。よくじゃ別にオタク、うん、映画オタクなだけだもんね。アベンジャーズオタクなだけだもんね。あ、そう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 。バックにアベンジャーズでもぶら下げてるのか？マーベルってシャツ着てる？ああ、マーベルっていうか着てない。あれはね、ダメだよ。あ、ダメなんだ。結構着てるなってめっちゃ思うよ。あんなん着てるやつは本当のマーベルファンじゃない。そうなんだ。なんか、うん、めっちゃマーベルのバッグ持ってる人見かけるからさ、あ、ま、あ、マーベル、うん、どこにでもあるんよ。あ、だから誰でも着てるから、あれはそうにわかの持ち物ね。そう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 、あれに、うん、なんかそのキャプテンのバッジとかついてたら。いや、確かにあのマーベルって書いてあるバッグにキャプテンのバッジつけてるやつは見たことないわ。でしょ、あれね、ま、マーベルってだけでおしゃれだと思い込んでるからみんな。あー、なるほどね。そうあのシュプリームと同じだと思ってるよね。違うのよ。そうそう、あれのロゴがかっこいいみたいな感じよ。あー、なるほどね。そう、あー、まあちなみにじいさんはね、あのまあ隠れオタクの予定でなんでね、あんまり、うん、まあちょっとアニメのまあクリアファイルとかね、まあ、ちょっとマグカップとかを、うん、まあ、ちょっと昔ね職場で使っていたってだけで別にオープンじゃないんで、うん、あ、そうなんだ。うん、俺なんて普通に大学でアニメキャラのスマホケースやクリアファイルを堂々と使っている。
まあそれもどうかと思うな、確かに。うん、まあ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 最近では芸能人でもアニメ好きを公言する人が増えているし、今時オタクってだけで惹かれることはないと思うんだけどな。まあその辺女子にはいろいろあるのかもしれないな。でもこんな時間か。アプリに夢中になりすぎて気がつかなかった。明日のゼミは遅刻できないし、そろそろ寝なきゃな。やっぱ真面目だな。うん、寝不足でディベートなんか参加したら頭が回らなくて大恥かくに違いない。マサルもだんだんGマサルがいい男になってきたね。ね、なんかお、うん、俺は慌てて、ね、喜んでるもんね。うんうん、俺は慌ててアプリを閉じてベッドだってベッドに潜り込んだ。頑張れ、滑舌頑張れなんか今日滑舌最悪だわ。なんかさっきから読み間違ってるもんね。今日マックス悪いね。なんかさっきからちょっとこっそり水飲んでるんだけど、なんか滑舌全然戻らない。今日やばいな。すいません、ちょっと、うん、朝か。今日はゼミがある日だ。正直憂鬱だが、今までゼミあれゼミじゃなかった？ゼミじゃないの？いやゼミでしょ。いやそれはマジで良い子か、なんか勝つじゃない、イントネーション変だ。ゼミね、ゼミ。ゼミじゃん。いやゼミだって、ゼミ。ゼミでしょ。いやゼミね。それセミじゃん。マジでイントネーションの違いひどいな。ゼミだよゼミ。いやゼミね。それセミじゃん。同じこと何回も言ってくる。え、ゼミ？ゼミ。ゼミ？え、ゼミでしょ。ゼミ？ゼミ？私がもしかしてなまってんのかな。今ね、一個だけ言わせてほしいんだけど、じいさんは関東から出たことないからね。うん。マジ一本も出たことないから。うん。だから標準語なんけ。標準語じゃないよ。いや関東は標準語じゃん。違うよ。え？違うよ。え？関東は標準語じゃないよ。ちょっとあの関東じゃない人話しかけてこないで。黙るぞ。嘘嘘。黙るぞ。いいんか。いやいやいや、喋って喋って。いやゼミね。はい。いつまでも布団にくるまってるわけにいかない。うん。俺はのそのそとベッドから這い出し、大学へ向かう準備を進めた。うん。ゼミ室。ゼミ室。学生、今日ってディベートやるんしょ、だるくね。だい、分かってたけど、余裕でサボるんだけどな。マジそれな。ゼミ室に入ると、すでにほとんどの学生が着席していて、思い思いにおしゃべりに興じていた。うちのゼミは男女合わせて14人の学生が在籍していて、その中には佐々木さんや先日の嫌な女の姿もあった。嫌な女。いやこれワンチャンあるぞ。おはよう。今日はちゃんと全員着席しているようだな。出席な。今読めたって思ったのに。それだとさ、それだといつもみんなただ立ってるだけみたいなんじゃないか。あ、みんなちゃんと座ってんなじゃない。ちょっと今日マジでダメだな。頭も回ってないし、舌も回ってないし、やばいな。はい。授業開始時刻になると同時に高見の教授が現れ、ゼミ室が静まり返る。全員出席しているな。高峰教授は見た目通りの厳しい人だ。学生たちの多くは彼を苦手としているらしいが、俺は正直全く嫌いではない。バカ大学生たちを厳しく叱咤できる大人がいなくなったら日本の大学は終わりなのだ。うんうん。それでは今日は事前に告知していた通りディベートを行う。議論のテーマはこれだ。思考実験という文字を書き込んだ。なんかいろいろ考えるやつなんじゃん、うん、知ってる？知らない。あのウミガメのスープみたいなやつ。あー、うん。さて君たちはもちろんこの程度の用語は吸ってると思うが、吸ってると思うが。じゃあ佐々木さん説明してみなさい。あ、佐々木さん、佐々木さん。はい。かわいい。ある状況を仮定し、それにどう対処するかを考える実験です。
有名なものだとトロッコ問題とか。トロッコ問題知ってる？わかんない。あ、なんかトロッコ走ってきてそのままだと5人死んじゃうんだよ、うん、線路に人がいてね。ほうほうほう。だけど、うん、その自分だけがそのレールを解除できるところにいて、うん、解除したら、うん、あのレールがこう切り替わって一人を殺すみたいな、一人だけ死ねば済む道があるみたいな。はいはいはい。あなたはどうしますかみたいな。ああ、なるほどね。うん。だからそのまま見ごなんか5人の命を救うために一人を犠牲にするのか、うん、みたいな話を。なるほどなるほど。うん。っていう思考実験ね。オッケーオッケー。オッケーオッケー。トロッコ問題は1967年フィリッパ・フットが規定提起した規定って呼んじゃった。どんどん高峰教授人が変わってんだよね。今ロボットだもん完全に。トロッコ問題は1967年にフィリッパ・フットが提起した大変有名な思考実験だ。こんなことすら知らない不勉強な学生は今のはうちのゼミにはいないと思うが、念のため詳しく説明する。あ、説明してくれるらしい。あ、説明してくれる。あ、こう、これね。そうそうそう。目の前に暴走しているトロッコがあり、このまま何もしなければ線路上にいる5人の作業員は引かれてしまう。君は目の前にある装置のレバーを引けばトロッコを別の線路に切り替えることができるが、その場合は別の線路にいる1人の作業員が引かれてしまう。君は何もせず作業員5人が死ぬのを見るか、線路を切り替えて1人を犠牲にして5人を救うのか、倫理観が試される問題だ。あ、ちなみに良い子どうするこれ。ねえ、何もしないね。あ、そうなんだ。なんで何か手を下したことによって、はいはい、1人を殺したことになっちゃうから。あ、それね、そう考える人多いらしいよ。うん、いやだろうな。自分が殺人者になりたくないみたいな。まあ、でも結局はそれを見逃してる時点で殺人なんだけどね。うん。まあ、ちなみになんか前なんかの漫画だったかで読んだ時に、なんかそのなんかレバーを引くかどうかはそこにいる人によるみたいな人がいてね。例えばその一人の方を救いたい人だったら何にもしないし、その5人の方に殺したやつがいたら何もしないみたいなことを言ってる人がいて、なるほどなって思った。あ、私は別に何にも考えずにレバー引きますけどね。あ、そうなんだ。はい。それはなんで？5人救いたいやんけ。ん？5人救いたいじゃん。だってさ、まずそもそもこのやつってさ、5人のなんていうの？作業員ってことは自分も含めて会社なわけじゃん。5人死んじゃう事故が起きると会社絶対倒産するじゃん。一人だったらまあなんとかなるやん。保身よねやっぱね。あーねー、うん、会社としてっていうかその自分の立場として考えちゃうと思う。多分どっちがメリット高いかね。別に殺人については何も思いまへん。なるほど確かに難しい。ちょこれ違った、これマサだった。なるほど確かに難しいな。5人の命と1人の命なら5人の命の方が重い気がする。助けた5人やその家族からとても感謝されるだろう。しかし線路を切り替えるということは本来死ぬ運命じゃなかった1人を自分が殺してしまうことになるわけで、くー難しすぎて決められない。やばいな。そうだね、これは難しいぞ、うん、しかしまあ今回のテーマはトロッコ問題ではない。本題に入ろう、うん、これから議論してもらうのはこれだ。はい。ちょっと高見気持ち情緒不安定だからね。全然キャラが安定してない。便器の雲。ある少年、ここ知らないな。ある少年が学校のトイレで一匹の蜘蛛に遭遇する。蜘蛛はトイレという狭くて汚い場所に住んでいて、とても人生を楽しんでいるようには見えなかった。かわいそうに思った少年は蜘蛛を窓から外に逃がしてあげた。しかし学校の近くには大きな道路があり、通行量も多く、蜘蛛は数時間後車に轢かれて死んでしまった。はいはい、さてこの少年がしたことは正しかっただろうか。はあ。ちょっと待って。あのごめん読んでいい？蜘蛛はトイレにという狭くて汚いところに住んでて楽しんでるようには思えないから逃がしたら死んじゃったとかね。ああ正しくないですね。そう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 。どう思いますか？
これは正しくないああ、だよね。アメリカの哲学者トマス・ネーゲルが主張した思考実験、便器の雲を私なりにアレンジしてみた。それでは今から A の少年は正しいと思う人、B の少年は間違っている人に分かれてディベートを行ってもらう。A の人は私から見て左側、B の人は右側に移動してくれ。はい、移動開始。ちょっと教授なんか情緒不安定だな。教授ブレブレよ。学生たちが一斉に席を移動し始めた。俺は A の少年は正しいの方へ移動した。え、なんで？そっおお、ち行まくさんかだ。そっちか。全員移動し終えただな。それでは A を読んだ人の、主張から聞いてみよう。今、目があった。G マサル君、どうかな？今目があった。 目があった。 G マサル君。いきなり俺かよ。 A に移動して目があった G マサル君。言い踏んでるからね。言い踏んでんの、高宮教授。ラッパーなんだよ。 まあ、しかし、A から意見を聞こう。一番最 A 初にがあっ発たら言で G きマるサとル。いうのは、他の人の意見が被る心配がないし、ある意味ラッキーかもしれない。私は A 少年の行動は正しいと考えます。善意で雲を助けようとしたわけですし、今回は運悪く死んでしまったけど、数時間だけでも広くて綺麗な外の世界を知れて、外の世界で生きられて幸せだったと思います。なるほど。それでは反対意見の佐々木さん、どうかな？ もう喋るたびに人が違うよ。私は少年の行動は間違ってると思います。雲は別に一言も助けてほしいとは頼んでないし、勝手に雲にとっての幸せが何であるかを決めつけて余計なことをするのは良くなかったと思います。これ佐々木さんのことじゃん。佐々木さんのことじゃん。助けてほしいなんそうていう言っこてとないか。けどね、言ってくるみたいな。なるほど、そういう考え方もあるのか。佐々木さんのことはただの量産女子だと思っていたが、結構しっかり考えてるんだな。若いのに関心だ。 こいつなん誰だ。目線だよ。いや、俺も同い年なんだから、その感想はおかしいか。はい。私は彼女の意見に反対します。確かに雲は助けてほしいとは言っていませんが、助けてほしくないとも言っていません。雲とは意思疎通ができず確認のしようがないので、そこを論じても意味がないと思います。なるほど。それに佐々木さんは少年が雲を助けてあげたいという善意を持つこと自体、余計なお世話で間違っていると言いたいのでしょうか。やば、とんでもねえディベートじゃん、これ。なるほどね。それは。かわいそうだよ。彼女は何も言えず、シュンとうつむいてしまった。いや。 佐々木さんの意見も一理あって、あくまで彼女が言いたいのは、ジーマサル君、途中で意見を変えてはならないというのはディベートの基本だ。それでは議論にならないだろそうだぞ。う。 すいません。今度は俺がシュンとうつむく番だった。その後20分ほど白熱してディベートが続いた。最後は教授による振り返り指導が行われ、授業を終了した。え、ちゃんと聞きたかったな。それでは今週のゼミはここまで。使用した机は誰か元に戻しておいてくれ。ホワイトボードも消しておくように。なんかさ、こういうのあるよね。誰かやっとけみたいな。では解散。この教授の意見聞きたかっ たね、聞きたかったよね。まとめ逆に聞きたいよね。聞きたいや、めっちゃ聞きたいよ。そう言い残して教授はゼミ室を出ていった。あー、疲れた、ゼあ、ミ。あと、私か。なんだ、ごめん。疲れた。ゼミってマジだるいわ。お前今からサークル室行くっしょ？もち、近くのスーパーで具材買ってきてタコパしようよ。女子も呼んでさ。ねえねえ、この後原宿のカフェ行こうよ。ここのお店すごくインスト映えするやばいパンケーキがあって。ゼミ生たちは楽しそうに雑談しながらゾロゾロと出ていき、気づくと教室には俺と佐々木さんしか残ってなかった。彼女は一人で黙々と机を元の位置に戻していた。佐々木さん。いや、佐々木さん、彼女にするわ。決こめれた。はいいね。あ、俺も手伝うよ。ありがとう。かわいい。さっきはごめんね。私のせいで教授注意されちゃって。いや、全然、あれは俺が勝手に口挟んだだけだし。そっか。かわいい。
まずい、沈黙が訪れてしまった。こういう時は何か気の利いた話題を振らないと。ちょっと待ってね。セーブする。どっちにする？いやー、どう、無難に行っちゃう最初は。そうだね。うん。今日はいい天気だね。そうかな。雨降ってんの？外曇りだけど。片付け終わったからもう行くね。あ、うん。水った。いつの間にかホワイトボードも机の配置もすっかり元の状態に戻っていた。水ったぞ。彼女は軽く会釈をしてそのままドアから出ていった。まあ。俺だけはただポツンと誰もいないゼミ室にしばらく取り残されていた。夜。あー疲れた。今日も一日よく頑張った。そうだ、マリーズをチェックしなきゃ。あ、そうなんだ。なるほどなるほど。え、ちょっとさ、佐々木さん最後に取っときたいんだよね。そうだね。ちょっとアイリーにしようかな。ちょっとやりもく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 。ねえ見て見て。今日ゲットしたバッグ、マジ可愛くない？うわ、買ってもらおうとしてる。可愛いね、ブランド品？結構高そうだけど、自分で買ったの？ううん、パパに買ってもらった。そうなんだ。もしかして、ババカズ？うわ、言っちゃう。もう食い食いで、そこ。違う違う、アイリのリアルパパ。リアルパパ。リアルパパ。うちはピーカツとかしないいい子だから。かわいい。そっか、びっくりした。変なこと聞いてごめんね。ほんとだよ。マジウケる。かわいい。え、全員と喋るのか。かわいいじゃねえか。ええ。話せるのね、みんなと。うん、さやかのこと別にかわいいと思ってないから。こんばんは。え、なんか絶対ババアだから。そういえば今日大学で思考実験ってやつを習ったんですけど、さやかさん知ってます？もちろん、トロッコ問題は有名よね。囚人のジレンマや水槽の中の脳なんかも興味深いわ。へえ、知らない。ちょっと調べよう後で。うん。おお、さすがさやかさん、博識ですね。俺は今日初めて知ったんですけど、すごく面白いなって思いました。普段あんまり考えることがないテーマだから難しいし頭使うけど、そうやって一生懸命考えることで思考力が鍛えられるし、とてもいいことだと思う。お、何も考えずに生きている人間よりずっと成長できる。あー、なるほどね。うん、私こういう話ができる聡明な人に出会えて本当に嬉しい。マッチングアプリってやることしか考えてない低俗な男性ばっかりだから。そうなんですか。それは許せませんね。俺もさやかさんみたいな女性とマッチングできてよかったです。佐々木さん来たぞ。こんばんは。かわいい佐々木さん。突然なんですけど、昨日発売されたアイストのゆずきちゃんの新作フィギュア見ました？完成度すごくないですか？かわいい、かわいい。写真送ってくれる。こんばんは。ああ、ツイッターで話題になってましたね。見とれてんじゃねえ。ん？何？見とれてんじゃねえ。こんばんは。ああ、ツイッターで話題になってましたよね。顔とか服とか造形がクオリティマジでやばいって。そうそう。金欠なんで予約してなかったんですけど、やっぱ買っちゃおうかな。アイスタもうすぐ映画も公開ですし、波に乗ってますよね。そうだね。そういえば素朴な疑問なんですけど、 M さんってなんでプロフィール画像がイラストなんですか？やっぱりネットに自分の顔を晒すのは抵抗あったので、悪用されたり知り合いに見られたら嫌だし、あとは単純に自分の容姿に自信なくて。わかります。俺も本当はアニメアイコンとかにしたいですもん。それだと絶対誰ともマッチングしないけど。あ、てかさ、佐々木さんさ、これジーマサルだって分かっていいねしてくれたんだね。顔塗ってるしね。そう、イラストは自分で描いたんですか？上手ですね。そうです、自分で描きました。かわいい、ありがとうございます。まだ、あ、
もう一回喋りたくておっしゃった。よっしゃもう寝るか。てかさ、もう1時間以上撮ってんだよね実は。嘘。本当。一旦ここで終わりにしようかね。そうだね。うん。まだちょっとできればね、一人なんか付き合うとこまでやって終わりにしたかったけどね。前半やっぱ長かったね。結構じっくりタイプだねこれ。ね。まあでもなんか一定のとこまで行ったらサクサクっと撮れそうだからね。またじゃあやりましょう。じゃあ一旦これで終わりにします。バイバーイ。はーい。バイバーイ。